こんばんは、アメオトンです。ブラッドスインのカーソブザムーン2アイテム集め第5ステージ行ってみましょう。取ってないのは1個だけ。斜め上。ジベ。取る。一発じゃねえのか。当たる？危ね。これだんだんあれだよね。火花が飛んでくるやつだよね。倒すか。危ない。あれもやだな。当たる？当たる。当たるけど当たる。危ない。危ない。結構真上に。近距離対策バッチリだ。どこが分岐だろうな。ウェイ。ウェイ。ちゃんと階段で降りないと頭を削られる。あぶれ。うわあ。もうこれでいっちゃうもんね。いやー、ワンミスでこうなるのかっていうね。ここか。とりあえず残月はいなくてもアイテム回収に支障はないはず。あ、であれか、氷で溶かしていくところか。だからおじいちゃん魔法変えなきゃ。初手からつまずいた感はあるね。間違えた。あの上で氷が取れればだな。瀕死だったじゃん俺。さあ氷出るかな。出たら嬉しい。出た。これでしょ。殴ると右に行けるようになる。でアイテムある感じ。まだわからない感じ。ちょっと待って。連射が遅い。だっ、あぶれ、あぶれ。うわー、くるんって。まあ、ルート的にこっちにアイテムがあるんだろうよ。取ったら即離脱だからな。なんか変なステージ。なんか今、炎跳ねてたよね。氷一発か。これだ。危ない。二箇所で飛び出てくる。あれ、隣も凍ってるぞ。貫通すんだね。あ、なくなるかと思った一瞬。右に行けと言ってるけど。あ、で、これで炎が出てくれたら、あ、出たね。ジーベルがいね。8で行ける、ここ。はい。ジーベルがいないとダメ。了解。リトライしたので、これで、魔法を使い、ジーベルで、こう。ですね。2回もこれが続くのか。なるべく飛距離を稼ぐ。取れなかった。うわー。ギリ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 。はい。危ねえ。さあ抜けた。あー、なんか炎のゴーレムだ。近づいたらやられそうだけど、撃っていいのかな。課金課金だ。8で OK。 課金課金だ。となるとおそらく氷魔法だね。一発じゃね。あっ、氷魔法出た。素晴らしい。なんかでも炎のやつに氷当ててどうなるんだろう。一発、素晴らしいね。上を通っていくと何がある。アイテムがある感じかな。落ちちゃった。右に行っていいのかな。行っちゃうか。アイテム出ねえな。ないな。あ、ないわ。
ちょちょちょ、下に当てる攻撃8しかいねえ。倒した。いやちょちょ、オッケー、また来るな。うい、倒す。いっちゃうか。なし。その台とか怪しいよね。なんか上に飛べるとかあんのかな。あれただのショートカット、そんなバカな。ほい、あべ、長いね。はい、一回ムチ振っちゃうとなかなか硬直が解けない。ただのショートカットだった、マジかい。取りたくねえな。じり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 行こう。やばい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 、弾撃つのかお前。ここは大丈夫。うっだ、ここは大丈夫大丈夫。落ち着いて、大丈夫な場所、そこ、うん、そこ、なんだって、おい、あった、右も行ける。ちょっと行ってみたいな、どういうルートなのかな。氷あるから当たんのか。あ、壁貫通で踏めばいいのか、こうだ。なるほど。また先人の遺体が。どこ出るんだろう、右。アイテムは集まった、ここか。よし帰ろう。では次のステージ行きましょう。では第5ステージハートが取れたんで、次第6ですね、行きましょう。これファラオンとこだよな。どんな感じかな。あれファイヤーボール式か。ファイヤーボール式だってんのか。当たる、3発ジャンプ引く、届かないか。当たるかな、当たる。当たらない。左は行った気がするな。だから今回右でいいんじゃないかなと思われる。左は行った、だから右に行く。ミミックか、ミミック、はい。あ、バチャッチャッ、うん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 、あれやばいって、あれやばいって、あれやばいって、あの目で右に飛んでったけど、いいかねがなくて、どうなんだろうな。上行ってみようか。右かな、どうだろう。そういうやつか、剣か。あぶれ、やらしいな。危ない、3発結構硬いな。うわ、あ、しかも衝撃を打ってくる、危ない。あれはドミニクのやつか、出てきたのか。嘘だろ、
これで出たアンセム。さてどうしようか。あ、シュルダーどっちだ。ほい。まあそれはそれで上にいるな。あ、変えちゃったんだ。どうしようかな。当たるわ。ジャベリンがいい。当たんね。ジャベリン。そこ。上だね。ジャベリン。当たってね。あれか。こっちの道だったか。怖っ。これで OK だ。回収したんで、じゃあ次のステージ行こうか。ではラスト第7ステージ行ってみましょう。っていうかなんかアイテム的にラストは武器ポイントっぽいな。攻撃力とディフェンスアップ1個ずつっぽいね。でなんか武器ポイントが55っていう中途半端だから、あと1個は武器ポイントなんだろうな、きっとな。そういう形か。いきます。やめて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 。撃つ。あれ厄介だね。ワンナップ。ほい。下行ったから上でいいんじゃねえかな、だと思う。これか、遊園地か。8で行こうか。いや、ジーベルの方が安全か。いざという時の飛行があるからな、トルネは。あ、もうあったじゃん。揃いましたね。完了です。じゃあですね、月行きますか。硬いね。防御力上がんなかったな。これでフルセット。体力は4つか。ハート4つの武器ポイントが8個で、攻撃力と武器だ。よし、じゃあいよいよ月へ乗り込もうか。では行きましょう。すべての素材が揃った、忘れ物ありません。行きましょう。レッツゴー。月の風魔神殿へ。いや、完全に宇宙船になってるわ。ん？ちょまちょまちょま、え？シューティングなったよ。どういうことこれ。マジで？赤いパープアイテム。スピードっぽい。なんだ？スピード？なんだろう S って。ボムとかあんのかな？どういうことこれ。あ、どんどんスピード速くなってきた。連射が画面3つでいっぱいだわ。なんだ？あ、ナックルしてる。まさかの展開。パープアイテム。おー、出た出た。あ、すごい。パーティーメンバーの、ちょっと早すぎないこれ。パーティーメンバーの技がどんどん増えていく。あ、ちょっとあのあれやめよ、次スピードやめよ。オプションもついた。早すぎる早すぎる。ステージ2 オプションついてる。コウモリの硬いね。ナックルで壊せるのかな。壊せないわ。早すぎてちょっと危ないかもしれない。あ、スピード取らない。いやー、シューティング、おじいちゃんの最強魔法じゃん。カマ、どんどん強くなってきた。取り逃したね1個。
カマ飛んでる。スピードオッケーで、一個取り逃しちゃったね、今ね。え、何食らった今。うわあ、初期に戻った。遅い。スピード。それ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 。え、何食らってる？あ、やっぱそれ背景だよね。背景のところに、オプションついた。横に打つ技がね、あーあ、なんか緊急回避とかないのかな。打つだけ、これ打つだけっぽいな。ちょ、シュート、まさかのシューティングだよ。弾貫通するんだあれ。あ、壁に当たっちゃう。弾真ん中のその骨も多分ダメなんだよね。やばいやばいやばい。それサンダーじゃない？それがあるとありがたい。おじいちゃん魔法最強。さあどうなるのこれ。お札なんだ。あ、ナックルか。8ナックルだ。取れない。取りすぎても、あ、取れない。カマ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 。どれが自分の攻撃なのか敵の攻撃なのか分からんぞ。骨みたいなの飛んできてるよね。これでとりあえず骨は食らわない。戻ってくるカマで一番ビビるよ。はい、オプションが増えた。なんだ、中ボス倒した。コウモリオプションついた。スピードはいらん。スピードは特にいらない。なんだ、星どこまで来てるんだ今俺。色が変わった。中ボス瞬殺出てきた。いっぱい出てきた。いつの間にか炎がなくなってるから弾食らったのかな。また壊せないやつが出てきた。炎、残機残り4。これなんだ。あ、なんか、うん、爆竹みたいなの投げてんな。爆弾、誰のやつだろうこれ。炎、ありがたい。また出た。あれ時間制限なのかな。なんかよく出るよね、炎がなくなっちゃった。炎が完全にバリアだよね。う、裂け目まだ取ってないパワーアップアイテムあったのかっていう感じだよね。あれ8ナックル持ってなかったっけ。早い早い早い、めっちゃ早い。ジャベリン骨が飛んでくる、気をつけないと。なんか上限があるのかな。何か取るたびに消えてる、失ってる。お、ヤシャの目、なんだろう、なんか速くなった打つの。どうかな、8ナックル。いや、いいか。多分上限があるっぽいね。何も表示されてないけど、まあ今いい感じの武装なんじゃなかろうか。取るか、威力高そう。ジャベリン、でもどこまで行くんだろう。突きってこの状態、あ、スピードアップ、この状態のままになるのかな。音楽、
これがラスボスとは言わないよな。やべ、どっちだ。嘘だろ。お、やばそう、真ん中やばそう。うっつ、相打ち。夜叉の面取ると3発になるね。で、月にたどり着いてまたステージって感じかな。割れ目に突入。